勃起さん。シーズン5。頭も懐も寂しい磯じまえ、お腹が緩くて回数増える、ハゲしか寝たない残念な男、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。お疲れ様です。今日は土曜日ですかね。はい、お疲れ様でございます。ドロンということで、皆さんはお休みですかね。よかですねって感じですね。はい、今日のこちらの方面は曇りですかね。雨は降りそうないですけどね。なんかちょっと日がかげってる感じです。まあ、働いてる私たちからすれば、ああ、これぐらいがちょうどいいのかなとかって思ったりするんですけどですね。はい。スパイカがお過ごしでしょうか。近所の田んぼには、もう、お米が、っていうか、稲穂がもう、綺麗にね、生え揃っておりますね。米不足なんて言われてますけど、なんか、そうでもないらしいですよ。なんかちょっとこう逼迫してるとかいう話をねされておりましたですけど、でもそんなことないらしいですよ。はい。ただ急激なその何ですか、震災とか災害とかなんかね、そういう要因で買い占めの動きが出てるという感じでですね。はい。ただ依然ですね、水、お米、お一人、何本、何袋までっていう感じでね、されてるみたいですね。はい。まあ早く、そこら辺も落ち着いたらいいのになとか思いながら。ただね、ネット界隈は、やっぱよう売れてますよ。はい。お米も結構売れてた。5キロで3000、4000キロぐらいとかでね、のが結構売れてるみたいですね。はい。まあどうなんですか、あれの農家さんって結局農協さんと組んで販売をしてると思うんですけど、その農協さんの値段がちょっと高すぎてなかなか厳しいと。私の知り合いの農家さんもやめましたもんね。農協が高い、農協が高いって言って帰って、じゃあそうなんですかって言って、まあ、ネットで言っちゃダメなんですかとかでね、いう話もして、で結局作ることはしてもやっぱその販売するのはちょっとやっぱ厳しいと。なるほどねって、でもそうかもしれませんねって、朝からね、朝早くから起きてやって、それでまたちょっとネットしてっていうパワーがね、やっぱなかなか出てこないのかなと。それ考えたら植物界隈もそうですよね。やっぱ生産者の方ですね。やっぱサボテンだとか、アガベだとか、いろいろこう育ててる方とかも、やっぱそういう状況だったら、パワーがありますよね。私よりも若干若いぐらいですけど、パワーありますよね。それしながらも SNS を活用して販売するっていうね。なかなか難しいですよね。はーい。まあそんな感じですが、皆さん一生懸命されておりますね。はい、じゃあこの続きはまた後です。はい、バリボキさんのぼやき続きですということで、今日は、またちょっと話がようわからんかもしれませんけど、園芸の話ですね。バンク社の吉野さんは、草加市から埼玉っていうんですかね、昨日京都入りして埼玉に向かったっていう話を聞いたんですけど、はい、今日は草加市というところで、イベントがあるみたいですね。まあ、土日、されるんでしょう。はい。あの方もタフですね、岡山からね。はい。東北行ったり、ね。東京行ったり、ね。九州は一回来た。あ、この前、熊本来てましたね、今年はね。今年結構距離を長いですね。はい。地の方は大丈夫なんでしょうかね。
すごい距離をね走るなとかって思うんですけどね、やっぱ植物とか蜂とかはやっぱ持っていかないといけないので、やっぱどうしてもこう車で移動っていうのがね多いみたいですけど、はい、今日もインスタのストーリーで、一生懸命、歌を歌ってましたね自分を鼓舞するって言ってね、なんかいい感じじゃないでしょうかということでございます。まあ、まったり土曜日ということなんですけど、皆さんも今日はどうなんでしょう。まあ、天気の方もちょうどいいから、お出かけ日和なのかもしれませんけどですね。ただただちょっと暑さが残りますんで、なかなかちょっと体調管理ですね。はい。服装調整などがちょっと厳しいところもあると思いますが、はい。まあ、くれぐれも、油断せず、ね、気をつけていただければと思います。今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。卓球2時。